金京英は、中華民国、満州国の政治家。モンゴル族。モンゴル5名はアラタンワチル。別号は、ツトム教。若くして、格拉致ン浮軍官学堂に入学する。1909年、日本に留学し、東京帝国大学農学部で、畜産学を学んだ。帰国後、北京政府では、臨時参議院猛虎選出議員、猛蔵学院教授を務める。 一時、孫文の古法運動を支持して、関東批調国会議員となったが、間もなく、北京政府に戻り、霊元広士の大総統府顧問となった。その後、毛沢専門学校校長、西北忠弁校所顧問も歴任している。その後、白運定らと内毛子国民党の組織に参画し、1925年、内毛子国民党中央執行委員となる。また、 南京の国民政府でも農耕部設計委員となった。1932年からは関東軍職託となり、同年の満州国建国とともに注文弁事所所長となる。その後、内モンゴルに転じて、盲古自治政務委員会委員、盲古軍政府内務所長、同政府中満代表を歴任した。1937年11月、盲京連合自治政府の成立とともに、 総務兼交通委員となる。翌年8月、政府改組に従い、産業部長に移動した。1939年9月に、モロコ連合自治政府が成立すると、同政府交通部長に任命された。1941年6月、政府機構改組に伴い、交通部は交通総局に改められたが、金英省は引き続き同総局局長を務める。 1943年8月、辞任した。以後、金永章の行方は不詳である。ありがとうございます。